梶裕貴の独り言 BGP BGP もっちくんグッズプロジェクト、番組オリジナルキャラクターもっちくんですが、現在新たなもっちくんグッズを制作中です。ちょっと急に、エレンからの声がちょっとびっくりして、新キャラ出てきたと思ってすいません、ちょっといつもこういう感じでやらせていただいてます。これがこの子の声、違う、あ、違う、今のは、今のはカジさんの声。あ、そうなの、あの、テンション上げた時のカジさんですよ。あ、そうなの、あの、そうです、ぼっちくんというね、うん、はいはい、キャラクター、カジキの独り言のこの番組にはいまして、うん、まあ、独り言なので、独りぼっちということで、独り言の日というひらがなから、うんうん、このぼっちくんの形は、なるほど、ちょっとデフォルメされて、なるほど、できております。スタンプもありますね。あ、そうなんです。私持ってますよ。ほんと？はい。あら、ありがとう。あの、豆腐メンタルみたいな。ありがとう、そうそう。ありますよね。私、カジ君スタンプは持ってるよ。ありがとうございます。あ、いろいろありますよね、カジさんから出てる。そうそうそう、カジスタンプは持ってるよ。いろいろないよ。俺、その2つだよ。あ、その2つ、うん。違うのあったら、俺は別に出してないからね。ありがとうございます。はい、まあ、そんな、ぼっち君グッズ、今手元にちょっと資料をご用意させていただきましたけども。なんでどうしたの、どうしたの、ぼっち君は。どうしちゃったの、悲しいの、あ、いやいや。困ってんじゃん。いやいや、あの、まあ、一人ぼっちですから、うん、ちょっとこう。え、カジさんが、ちょっと悲しんでる、あれですか、どういうことですか、なんか、でもカジさんは一人ぼっちじゃないじゃないですか。どういうことでしょうか。え、すいません、なんでです、いいですよ、別に。すいません、一人ぼっちじゃないじゃないですか。まあ、はい。いや、なんだよ、言いたいことあるなら言えよ。次、二人ぼっちにしようよ。お前らは。なんかそういうの来るだろうなと思ったけど、いや別にいいんですよ、我々がいじんないと誰がいじんねん。え、だから仲間増やそうよ、一人ぼっちの。確かにその案ありますよね、メスを作る。いや別に多分ね、多分っていうか僕の頭の中の世界ですよ、これは、うんうんうん、彼にその性別という概念はないんじゃないかと、うん、じゃあもう一人いても大丈夫だ、まあいいけど、ただ数増えてるよ、それは。ただ増えてるだけだよ。でもいっぱいいるじゃん、これ見て、ほら、スマホケース。そう、いっぱいいるから別に同じ答え。いいんだよ、日がいっぱいある。何の話したいんだよ。何、どうしたらいいの、それを説明したら。お前がもう一人ぼっちじゃないけどねみたいな、皆さんなのバカ野郎。グッズだって、うるせえな。あの、グッズ、あのグッズがいっぱいありますよ。口が悪くなって、どうも、リサの皆さんすいませんでした。いつもはもっとお上品にやってるんだよ。そうなの、一人ぼっちだもんね。そう、もう一人じゃないけどね、じゃねえんだバカ野郎。え、さ、ね、お手さるように世界は色をなくして、悲しみと絶望が全てを奪い去った。誰にも終わらせないぞ。